過去を現状の部見せてやるとしよう。均等などわずし聴覚の呼びが、はあ、あんなやる気のない連中が味方とは先が思いやられるぜ。道理で鎮圧。加工トン、あざなは現状。曹操、加工園のいとこである。冷静沈着にして並外れた武勇の持ち主。曹操の道を切り開くため、加工トンはその刃を振るわんとしていた。なあトンニー、黄金刀ってのは追い詰められて放棄。よっ、せっ、ふっ。官軍のやつら。猛徳、見るべきものとやらは見られたのか。村を狙う黄金の一味を相当する。加工トン、加工園、抜かるでないぞ。村を襲うなら今のうちだ。行くぞ、野郎ども。なんだお前ら、俺たち黄金刀に盾つくとはいい度胸だ。お前ら黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊曹様と勝負だぜ。この手に邪魔してやる。見事だ加工刀よ。なちょ、こりゃやべえ。ここはさっさと逃げるに限るぜ。よし、心の黄金はこれで全部か。文句なしの戦果ってとこですな。うん、孫権殿の依頼は果たした。村に戻るぞ。ふん、十分な戦果だ。よっしゃー、やったなトニー。こちらへ向かっていた。さっきは突然の頼みですまなかった。さっきの騒ぎもまず董卓殿に。お前たち義勇兵か。士官先に困っているようには見えんが。さよう。我らがこの戦に参じたのは官職を求めてにあらず。我が兄劉玄徳は民を救うために立たれた。拙者はその疑心に感服し付き従ったまで。故に我が刃は兄者と共にあり、兄者の御心に従いこの騒乱を鎮圧せん。ふん、義のためとは仰々しい。悪い奴ではなかろうが随分と暑苦しい男よ。よし、私たちは義勇兵です。苦し、黄金
消してやる。この加工現状の部見せてやるとし。余州は他の地に比べ荒れ果てた畑が目立つな。よし。うん、お主らが刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおの、その際を大いに発揮せよ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。みなこの徐州で平穏に暮らしていた。曹操殿が攻め込んでくるまで、罪なき民を脅かすこの所業を見過ごせば。曹操殿、
せよ、そうぞ覚悟せよ、せよ。皆の命を盾にする真似はしたくない。すまく砕いてやる。決死の覚悟で守り抜いてくれ。曹操軍、これほどまでに盛況とは。このままでは長州現状が討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。彼方に回してやる。敵将、過去を現状が討ち取った。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。貴様、役に立てなくてすまねえ。何じゃ。かつて共に戦った者が敵となる。これも乱世の習いか。関羽よ、貴様とはいずれこうして刃を交えることになると思っていたぞ。カコートン、主ほどの武人がなぜ非道なる暴の先兵となる。貴様に何がわかる。いや、たとえ非道だろうが暴だろうが構わん。俺は猛徳の道を支える。それだけよ。それは貴様らも同じだろう。十分な戦果だ。こりゃ参った。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。戦いは避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす。このような男に助手は奪わせぬ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。支援で助手を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのようなそしりも受けよう。それでもわしは進まねばならぬのだ。徐州制圧も時間の問題だな。軍師がいると戦とはこうも違うものか。いえ、鍛え抜かれた将兵なくして策は成り立ちません。文字通り机上の空論で終わってしまいます。それに我が軍の動きが迅速なのは殿が迷いなく己が道を見据えているからです。私たちは殿を信じ進めばよいのですから。お前のように物分かりのいい者ばかりならば
猛徳の道はすぐになるだろうな。劉備らの言葉を気にするわけではないが、この徐州侵攻、随分と評判が悪いようだな。仕方ありません。徐州は比較的平穏でしたから。刀剣はこの地を守るため不信したようです。それこそ刀卓に賄賂を渡すなどもしていたとか。刀剣の行いの是非は別として、ここ徐州の民の暮らしが安定していたのは事実。侵略者である我々への反発は避けられないでしょう。先行きが思いやられるな。それでも殿の見据える未来こそが乱世終結への最短の道です。私はそう信じています。天下が傷を負い多くの血が流れたとしてもか、対局を見るというのは非常なものだな。天狗ルラ、なんだと。ことは急。そうだ、現状の部義の置かれ、よし、キャッチャと貫中を取っちまうぞ。あれすか、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は寧心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。
よ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。いよいよ来たか。艦中を守るため戦わねば。艦中に攻めてきた。この艦中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この超春雷、花崗炎将軍のもと美しく艦中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。何息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああ、そこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前は一体どうしたんだ、急にあんなこと。縁のやつ、いつになく気負っているな。やっぱりそうなんですかね。
自分で器用なって言ってるくせに、俺もあんな父さんを見るのは初めてです。お前は大丈夫そうだな、天王。よろしく頼むぞ。え、俺が父さんをですか？父さんの力になれればいいけどな。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。職軍の士気はかなり高い様子。将軍、ここは慎重に参りましょう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。劉備殿が言う必要は、この漢中が必要。さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地。私の命に変えても守り抜く。坂巻に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。じゃあね、ちょっくら俺が直しに行くか。なんと、それほど近くに敵が。みんな、義の軍勢を押し返すのだ。あなたに飛ばしてやる。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。諦めやがったか。まあこれで一安心ってところだな。天霊、平軍山の本陣に敵襲。敵将は甲虫の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。
勝負あったな、若造。しゃあねえ、ジジイ。先に行ったぜ。衣装学園、この交換所が打ち取って、救国花公園将軍、敵将光忠に撃たれ戦死なさいました。え、王さんが、ウス太郎。まさか、そんな、ああ、なんということだ。将軍を失った動揺は、兵たちも同じでしょう。こちらは今、とても戦える状況ではありません。一度撤退し、防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。わかった。漢中を大取りとする猛徳の策はなった。だがお前という代償は大きすぎるぞ、遠洋。あとは任せておけ。お前の分も俺が猛徳の道を支えていこう。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、漢中を奪い返すぞ。今回の心は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。漢中の戦は
ここらが潮時であろうな。宗神、お主は満潮とほ。さあ行きますよ。敵の要衝私たちが華麗に奪うのです。関羽の動きは間違いなく劉備の漢中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば燕の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を猛徳に見せねばならん。ははあ、なるほど。話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。漢中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないよ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わった者から順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに宗神殿らが先行なさったとのこと。接し待っていろ猛徳。関羽は俺が必ず打ち果たしてくれる。この地は加工現状が制したぞ。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたよう。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。何としても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗神殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょう。なぜ宝徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだから新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や賛意を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。
金殿。しかし、こたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。残言で軍旗を乱すならば、この場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ、ウキン殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託され、またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたもの。なればそれがしもここを死地と思い定め戦う所存。宝徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手にとってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず繁盛に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は討たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻めくる関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる様子。厳しい戦況、何としても勝たねば。地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。の反乱に加担せぬならお前も撃つ。俺は友軍との合流が果たせぬ。おお、素晴らしいご活躍。
の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。葬儀にはもう従えぬ。山賊と手を組んでぞ。反旗を広がらさん。敵の狙いはこの地と見た。この者守備を固めよう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。こうもあっけなくねじ伏せられるとは。敵将加工健丈が討ち取った。十分な戦果だ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この地シスとも守り抜かん。安否とたりとも通してはならぬ。敵ながら見事。ここは官兵に任せ体勢を立て直さん。今は引くしかあるまい。義の盛況さん侮りがたし。策を考えねば。敵将加工健丈が討ち取った。十分な戦果だ。足場を崩し戦意を損。強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引けぬ。皆気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。前線に兵糧を届けたいが、ここから直接運ぶには遠すぎる。よっ。ならば幕城の周宗堂に兵糧を送れ。そこから前線に届けられるだろう。よっ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
よっ。一人で来るなんて馬鹿にしているのか。砕いてやれ。繁盛を守りきれなかった。だがこれで終わりではない。敵はあえて引いたようにも見える。気にはなるな。ひとまず城は奪回できたか。敵将加工健丈が討ち取った。将軍、やられたな。どうしよう。まさかあの雨金将軍まで降伏しちまうなんてな。どうなるんだろうな俺ら。このままじゃ飢えて死ぬか病にかかって死ぬか。はあ、いっそ溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは自分の首一つで。おっと、お待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか。ええ、一つとっておきの手があります。それは諦めないことですよ。必ず援軍は来ると信じ戦い続けることです。どうです、秘策ではありませんが無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたか。さあ手中に勝つ求めてみましょう。うん。皆気力を奮い立たせよ。我ら神器を束ねこの逆境に打ち勝たん。上皇明、援軍を率いて参上つかまつった。宗神殿、ご無事でおられるか。おお、上皇殿。ああ、よかった。待っていたよ、上皇殿。君が援軍とは頼もしい限りだ。宗神殿も万長殿もご無事で何より。よくぞここまで持ちこたえられた。炎上に援軍を待機させており申す。こちらの動きと連動すれば形勢も覆せよう。はあ、ありがたい。しかしこの繁盛は完全に包囲されていたはず。貴公はいかにしてこの城内まで参られた。確かに敵の布陣は完璧でござった。しかし一点だけほころびがあり申した。そこをつきまかり越した次第にござる。ほころび、それはもしや。ええ、宗神殿のお考えの通りでしょう。おそらくそれは宝徳殿が切り開いてくださった活路かと。ならば
それを無駄にするわけにはいきません。私たちも死力を尽くし、炎上の友軍と合流しましょう。宝徳が死に、ウキンは降伏。艦中から悪夢のような状況が続くな。しかし、繁盛の兵らは宝徳殿が示した生き様に士気を上げてござった。攻勢の機を得れば、一気に状況を覆せましょうぞ。機か。ならば、今がまさにそれであろう。主義法、リョモ将軍の名代として申し上げます。我ら孫悟の軍は高梁に展開、関羽の退路を塞ぎました。そう士官だ。命を違えぬ動き、我が父孫孟徳に代わり礼を言う。いやはや、情勢は目まぐるしい。今新しい情報が入りました。関羽は繁盛の包囲を中止、成都方面へと撤退を開始したとのことです。うん。どうした関羽め。孫悟との同盟が破れたと知り、潔く引くか。いや、今まで慶州を抑え続けてきた関羽のこと、不利だからと兵を引くなど考えにくいかと。それならばまず益州に援軍を要請するはずです。おそらくは何か理由があって戦を継続できなくなったのでしょうな。例えば兵糧が尽きたとかでしょうかね。ふん、理由などどうでもいい。奴を逃すわけにはいかん。すぐに追うぞ。主義法と言ったか。我らはこれより関羽を討つ。孫悟も連携して攻め立ててくれ。承知しました。こんな雨では家計もできませんが、孫悟の機嫌にて関羽を押し包みましょう。行くぞ。今こそ関羽との因縁に決着をつける。の道を切り開くため、軍神関羽を討ち果たさん。先の衝突で城壁を守った甲斐があった。浸水の影響を少し軽減できたよ。あなたに回してやる。
父上のお役に立てなかった。私はなんと未熟なのだ。敵を止められなかった。みんなの力になれなくてごめんなさい。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。十分な戦果だ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だわ。狙いはあの地だ。みんな行こう。兄者の元へ帰り、誓いを全うせん。Yeah!
奴に撃たれること我が誇りとしよう。神の言葉義を貫いた。今ここで果てようとも悔いはない。ふん、気取る余裕があるならば構えろ。立ち合い切り伏せてこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった。いざ。おう。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろうが、どこまでも敵であった。ならば奴もわしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。うん。だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなろう。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、ひとたる身にはかなわぬ夢よ。いや、だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ。士官をどう見る。わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが、目指す先は殿とは異なっておいでかと。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということよ。今は一魂去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。夏侯惇は軍神関羽を討った。関羽の死により劉備と孫権の関係は一変。五色の協力体制は
ここに崩れ去った。ハコートンの部が魏の天下を確かなものとしたのである。だが彼はそんな称賛の声をよそに旅立とうとしていた。宿敵関羽はもういない。波動を阻む者もない。己の役割は果たした。ならばそれが誰よりも曹操を信じ、曹操に信じられた男の決断だった。下降と言う、どこへ行こうというのか。乱世はまだ終わってはおらぬぞ。関羽は倒した。孟徳の波動を遮る者はもうおらんだろうよ。うん、お主の中の関羽をそこまでにしたのはわしかもしれない。孟徳、何を。確かに関羽は強く大きい男だった。だがわしが混迷の世を戦い歩んでこられたのは全てお主あればこそ。我らの肌を己だけ先に降りるなどと言うてくれるな。らしくもない。一人では心細いというのか。安心しろ、天元は撤回だ。孟徳の命ある限り共に進むと約束してやる。感謝するぞ、加工というそうしてくれ。